チも全然合ってないですし。そうなんですか。いやそんなことなかったよあのそんなことなかった。ただそのなんて言うんだろう、感情のこの振れ幅がさ、うん、もう自分で制御できなくなって、はい、自分という体の箱からその感情が暴れ出すような瞬間だから、うんうんうん、それはリズムとかピッチが少しあのどうこうなろうが、それもう聞いてる側はそんなこと全く考えてないね、うん、それ歌ってる最中に感じたわけじゃないですよねきっと。いやもう歌ってる最中はもう一手前って感じだったんで、はい、そうだね、はい、それをだから映像チェックとかしてる時にありゃりゃってのがあったんですか。いやでも、うん、その一手前ってなった記憶があるんで、あそっか、楽しみだったんですよね、どんだけ壊れたのかでも壊れたのって意外といいでしょ。そうですね。そう、それね気になんないですよ、うんうん。あれやっぱりなんか一本筋が通ってんだよね。うん、あれ不思議なんですよ、うん。壊れた瞬間っていいんですよ。そういうもんなんですかね。本気の場合は。はい、だからこれが僕らが、うん、あの芝居で壊れるようになっちゃうと多分また違うタイプになっちゃうんで、うん、だからそれは野生じゃなくて飼育された獣になるから、はい、野生で、そう、やっぱりこう。うん、天然の野に放たれてる獣感っていうのはやっぱりそのまあもしかしたらボタンを押すぐらいのところまではもう経験上来てるかもしれないけど、本当に行くんだよね、本当に、ね、本当に、うん、面白いもんですね、うん、いやでもそういったまあ発見というかね、まあ歌との付き合い方を改めて感じさせられるような機会でもあったと思うんですけど、はい、そんな時にあの顔を見上げればそこに龍一さんがみたいな環境でもあったわけじゃないですか。そうですね、あの細かいところ見るつもりはないとおっしゃってはいますけど、葉月さんとしてはやっぱそれ自体も緊張感につながったんじゃないですか。まあそうですね、もちろんそのご自身のことをあれだけシビアな目で見られてるんで、はい、さっきもおっしゃってましたけど3行目のあそこピッチ悪かったなって、うんうん、僕らからしたらもう悪いに入んないですよでもそれぐらいの耳を持たれてるわけですから、はい、それはもう、うん、はあ、もう恥ずかしいぐらいの気持ちはあるんですけど、うん、でもあの日はなんか不思議とそこで臆病にはならず、あ、リーさんが見てらっしゃるから、うん、やばい俺なんかがとは全然ならなくて、うんうん、見ててくださいよぐらいの感じでできた記憶はあるんですよ、フォーエバーエバーの時とか、うん、いやじゃあ今まさにそれ行こうと思ったんですけど、今からセットリスト変更してフォーエバーエバーの行こうかなとかならなかったわけですね。ならないです、ならないです、もうメールでもね、はい、あのやります、事前に、はい、でも葉月全然あれですよ、もうあの何月何日開けといてくださいね、俺どこどこでライブですから来てくださいみたいな、そんなラフ 今入れといてくださいみたいなオッケーオッケー今入れるみたいな、そんなラフじゃないですよ、全部失礼ですね、僕はねそういう嬉しいですよ。あ、そうですか、うん、あのなんて言うんだろう、うん、彼のその距離感っていうのが、はい、昔から知ってた仲間みたいな感じがやっぱあるから、うん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 、そういうとこはやっぱりその方が嬉しいですよね。それって確かになんかこういう条件満たすとそういう人付き合いになれるとかじゃなくて、なんとなくありますよね、そのちょっとした口調とか、うん、メールのやり取りとかでもすごい距離感感じずに済む相手っていうのがいるはずだと思う、うん、龍一さんにとって葉月さんはそんな感じでもあると、と思います、うん、あのまあ一番にはやっぱり僕はやっぱりなんていうのかな、葉月やっぱり唯一無二の存在だと思ってるんで、まあ葉月は僕に影響されてって言ってくれてるから、はい、まあ僕だって影響された人はいるし、はい、あのそれはそれ置いといたとして、うん、やっぱり彼のパフォーマンス、彼のその瞳だったり彼の声とか、うん、楽曲だったりとかっていうのは、うんうん、絶対そう思うから、そういうものを確立してる人にもういちいちお互い いらないのかもしれないですよね。あのいわゆる例えば助言をしたり、うん、まあ、干渉する必要すらもないという、あの聞かれたりとかしたら気になったことはもうポイントとしては言うし、うんうん、あのもちろん葉月もこういう子なんでどうでしたこうでしたとか、はい、僕今日ちょっと行き過ぎてましたかねとか、はい、そういう話は崖裏ではするんですよ、うん、全然って言って、でまあ、気になったことがそこであるとしたら、例えば音響的にこうじゃないかとかあれはこうじゃないかとかって言うけど、うんうん、でもそれも当事者じゃないのにあんまり言うのも変な話なんで、 まあね、あくまで自分の耳ではそう聞こえてるけれどもっていうレベルのことしか伝えられないから、いやでも実際いかがでした、フォーエバー&エバーは。よかったですよ。おあのまず僕の声じゃない時点で僕にとってはすごく新鮮だし、うん、
でさらにああいうアレンジでルナシーでやったことってないから、うん、まああれだとルナシーだってできないっていうのもあるけど、うん、あの5人でね、うんうんうん、そういうのも含めて、はい、とっても良かったですよ。おうん、これなかなか自分ではあれどうでしたかって聞きにくいもんね。まあそうですね、はい、うん、まあでも結構自分的には納得はいってたんで、うん、よし恥ずかしくない歌が歌えたぞっていうのはあったんで、うん、はい、どうでしたかっていうのを聞けるんです、ね、そのフォーエヴァー&エヴァーに関してもそうだし、まあ、今回の作品ではあのレコーディングされたものでレイも入ってたりするわけなんですけど、はいはい、それに限らず例えば誰かがルナシーなりリュウイさんの曲をカバーしたりとかしている中にもしくは全然違う曲を歌ってるのにもかかわらず自分の影響をなんか見つけられる時ってあると思うんですよ、うん、あ、彼はもしかしてこういうところ僕引き継いでるみたいなとこに気がつかされる時ってあると思うんです。そんな時ってぶっちゃけどういう気分になるんですか。どうだろう、まあ嬉しいなと思うか僕が好きだったアーティストも好きなのかもな彼もって思うか、あ、うん、あ、それもありますね。僕若い子たちに言ってるのが、はい、大好きなアーティスト誰って聞くんです、うんうん、じゃあそのアーティストが好きなアーティスト知ってるって聞くんです、うんうんうん、で絶対真似するならその先祖を真似しなさいって一応言うんです、うんうんうん、で好きなアーティストはずっと聞いてていいと、はい、勝手に真似ちゃうからと、それあえて追っかける必要なくても、ね、勝手にもう、うんうん、仕草から何からきっと真似するから、うん、それはそのまま言いなさいと、はい、ただその先祖が必ずいるわけじゃないですか、はい、でこっち真似てると、うん、もしかしたら大好きなアーティストの横でそのアーティストの話できるよって言って、うん、おー、なるほど、なるほど、うん、でしかもそれってすごくなんかオリジナルになりやすいと思うんですよ。うん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 、まあ、僕音楽ってパクリ自体がないと思ってる人間なんですけど、はいはいはい、本当にメロディーこうやって抜いてきてこうやってはめたらあれだけど、はい、コードはまあほとんど横に動いてるだけで似たようなコード進行しかもうない、うん、もう出揃ってると思うし、ね、そういう意味では声をパクるのも無理、うん、パフォーマンスをパクるのも無理、うん、もちろん大好きだから真似をする、誰々のオープニングの出方を真似して1970年代のデビッド・ボーイがこうやって出てきたから俺も出てくるとかそういうのはあるかもしれないけど、うんうんうん、それは置いといて、はい、これファンなんだなってクスって思えるとこじゃないですか、ってなるとやっぱり、ね、しかもその真似しても全く同じには絶対なりえないわけですもんね。そうなんですよ、良くも悪くも、うん、でしかも例えばジョン・レノン大好きだったらジョンが大好きだった何でしたっけ、ロカビリー、もうど忘れちゃった、うん、プレスリーとか、うんうんうん、好きになればいいと思うし、一つ時代前のものをね、うんうんうん、でなんかビートルズのメンバーがみんなで会いに行ったけど、はい、ジョンだけ最後まで残ってたみたいよって話とかしてあげると、その子はそうすよ、ね、あ、じゃあプレスリーちょっと声の感じは全然違うけど聞いてみようかなってなったりするんですよ。でもその好きなアーティストとルーツの話ができるっていうのは一個面白いですね、うん、いいですよね、いいですね、それうん、すごく、うん、素敵だなと思いました僕今、うんうん、葉月さんはでもそういう意味で言うとどうですか、本当に例えばルナシーなりリュウイスさんなりその時代のバンドたちっていうのはすごい直接的な影響じゃないですか。そうですね。さらにその前ってなるともう60近いぐらいの世代の人たちの日本のバンドだったり洋楽だったりってことになると思うんですけど、やっぱりそうやって紐解いていったりする中で腑に落ちたりすることっていうのはちょこちょこあるんじゃないかと思うんですけど。そうですね、うん、やっぱりほとんどの僕が好きなボーカリストの共通項だったのがデッドエンドなんですけど、はい、デッドエンドは聞きました、うん、はい、うん、でなるほどと思いました。なるほどだったんだ、はい、あ、しかもそのそれぞれの方にやっぱりそのモーリーさんの色っていうのは出てらっしゃったんで、違う形でちょこちょこっと出てたりしてるわけですよね。そうですね、うん、割ともう思いっきり出てる方もやっぱりいらっしゃれば、うんうん、見た目の部分だけだったりする方もいらっしゃるとか、うん、あ、なるほどなっていうのは思いました、うんはい、なるほどね。モーリーさん好きになるとね、ロニー・ジェームス・ディオとかさらに先がミッションとかそう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 ザザを聞いてた時代とか、はい、こういろいろこうインタビューで出てくるのをとりあえず聞いてみるみたいな、あ、なるほどみたいな、全然違うものばっか出てくるじゃないかみたいな。そうなんですよね、うん、でも、まあ、ソロもね、はい、あのバンドもいろんな音楽やられてるから、モーリーさんも面白いというか、なるほどな、すごいやっぱり
そう、あ、なるほど、こっから持ってきてるのかみたいな感覚的なものを、うんうんうん、でも結局ルーツってそういうもんですもんね、うん、なんかあの自分で開拓できるものじゃなくて、うん、なんかそうやって複合されていくものというか、うん、合わさっていってな成立されていくものっていうかね、のすごく今の言葉からも感じますし、これはなんか世代変わっても続いていくことなんだろうなって今思わされました、うんうん、最初の本当に龍一さんの半月さんに対するその言葉からして、とてもなんかそのなんて言うんだろう、キャリアとかを超えた部分での信頼関係っていうよりはなんか同胞意識みたいなものをねちょっと感じたんですけど、うん、そういうものを感じられる人とそうじゃない人ってやっぱいると思うんですよ、うん、その差ってどこにあるんでしょう。やっぱ僕あの大人になって感じたことがあって、うん、まあ共通項の話を、はい、今してました。吠える、うんうん、突き抜ける、うん、壊れるとかね。でそういうやっぱり大人になると学校がないんで同じ場所にはもう通わない。うーん、でそうなるとライブって言っても個々にやってるわけだから、はい、あのなかなか打ち上げを一緒にやることもなくなってくるんですよ。確かに、うん、ライブハウスで対バンやってる頃はその対バンの仲間としょっちゅう飲んだり、ね、先輩たちとも後輩たちとも一緒にいますけど、うん、でその後じゃあ何かって言ったらやっぱり共通項なんでしょうね。何か共通項を感じた時に、うんうんうん、なんか面白そうな子だなとか、そうですね、俺もなんか学ぶところがあるなってやっぱ思ってそれはなるんじゃないかなと、うんうん、あの表層ではそれ意識してないんですけど、はい、うんうん、それ全くないと多分忙しいし多分連絡先とか交換してもいつの間にか連絡しないまま終わってっちゃうんだと思うんですよ。うん、うんうん、ということは、まあ、まあ昔で言えば無条件にあの先輩後輩がね、うん、同じ場に集ったりとか、うん、喧嘩したりとか、うん、いろいろあったと思うんですけど、うん、そういうプロセスが減ってる分逆になんか自分のアンテナにピピッと引っかかる共通項を持った人がいれば自分から足向けたくもなるし、うん、っていうようなことなんでしょうかね。と思いますね。要するに興味を持たない相手というのは そういうものが来るものがない。そうだから、うん、それ本当に自分の趣味に、はい、趣味性に対してないだけで、本当にその人たちも才能はあるんだと思うんですよね、うんうん、あの僕が全ての才能のバロメーターではもちろんないわけだから。だけど多分まあ相手もそうなのかもしれないけどこうお互いがこう、うん、同じサークルに入らないっていうのはねやっぱりそういうことなのかなって、ね、なるほどね思いますよね。でそうやって一個共通項ができることによって、うん、それについてちょっと話したいから飲み行かないとか、うん、波乗ってみないとか、うんうん、波乗りませんか。ゴルフやりたいです。お食いついてきましたよここちょっと趣味が最近ちょっと釣りがあんまりやってないんですよ、はい、あそれは何か理由があるんですか、まあ、出かけにくいとかっていうのも含めてですか。そうですね。でまあちょっとそのいつも言ってる琵琶湖がもう釣れなくなってきちゃったんで、うんうん、あそうなの、はい、ちょっといろいろ変化があって、でゴルフっていうのはみんなものすごく没頭されるじゃないですか、うん、っていうことはそれだけの魅力があるんだろうっていう、うん、興味はすごくあって、うん、で龍一さんやられる、はい、でゴルフね打ちっぱなしから始めようかなって。お一個だけなんか条件をいただいてるんですか。初心者に向けて小学生の時やってたんですよ。もう絶対上手くなるね。あ本当ですか、うん、家族全員やってて、うん、もう今やってないんですけど、うん、おじいちゃんは走れるじゃん、はい、だからそこはもう大丈夫。ゴルフってすごい歩くんですよ。そうですよね。でまず疲れちゃうっていう人はダメなんですよ、うんうん、まあもうそれはクリアしてるよね、うん、小4の時に180ヤードまでは飛ばせました。っていうことは打った記憶もあるし、はい、球はこういろいろ分かるんだよね、はい、もう全然ですよね。だってまあ自転車に乗れるってことですもんね、うん、そうです、ね、そうです。なんか体が覚えてる感覚がある、うんうん、あーこれは深みに話してますねちょっと練習しておきますまあじゃあゴルフの話は後ほどゆっくりさせていただくとしてまあこの先の話なんですけど、はい、まあ今年はいろいろ物事が止まっちゃった年でもあってその分まあ2021年とかに来年度以降にいろんな動きをされていくと思うんですけどまず龍一さんの方から葉月さんに、まあ、リンチの活動も含めてなんですけどねそのこの後輩に対して今後、まあ、どうあってほしいかというか、言うかそういったなんか希望はありますか。僕は、うん、世の中が多分ほっとかなくなると思うんですよね。お、うん、
葉月たちを、うん、もっともっと欲する時代が来るかなと、ちょっと僕がこれ合ってるかどうか分かんないんですけど、マーケティングやってるわけじゃないから、今ってすごく細分化されてて、好きなものを探して、例えばスマホでも好きなものにたどり着くのをこうできるだけ短くしてるじゃないですか、だから YouTube でも何でもそうだけど、パッと繋がれる、横に勝手におすすめが出てくるし、昔はレコード店に行って、はい、こんなバンドの話聞いたんですけどありますから始まって、だったらこれも聞きなさいって2枚買わされるみたいなそういう時代があったけど、はい、今は本当にアクセスがすごい早くなってるから、リンチ葉月の独自性、そのもちろん昔のように CD バブルの時代みたいにそのポピュラリティを求めて、まあ、大衆にっていうのがいいのかどうか分かんないけども、たくさんの人に聞いてもらうっていう活動はしていくべきなんだけど、それ以上にマニアックなという意味じゃなくて独自性、葉月にしかできないこと、それをやり続けていったらもう勝手になんか人がほっとかないと思うんですけどね。なるほど、じゃあこのまま続けていけばいいじゃないかってことですね。そう、もっとだからとんがった部分、とんがるっていうのがなんかぐしゃーって歪んだ音楽とか、速い音楽とかそういうのじゃなくて、本当にリンチでしかできない、葉月にしかできないバンドもソロも、そういうのも多分やっていって、でそれなんかすごいことやってるらしいよっていうのが、またルナシーとかのメンバー、まあ、俺とかも含めてこう耳に入ってきたらやっぱ嬉しいし、でそういうなんだろうな、革新的なことをこう、打ち立てられる人っていうのはやっぱ天才だと思うから、まあ葉月天才だからね、できるんじゃないですか。初耳ですよ。初耳ですよ。なるほど、ここに伸びちゃいますね。なるほど、まあ、そういうの やってってほしいなと思いますよ、そういう本当に独自のものことができてるんだっていう自信、自負を持って続けていけばいいってことですよね、だからこそ絶対振り向いてもらえるんだって、振り返るはずだってことを確信を持ちながら、逆に葉月さんは龍一さんにどういう先輩であり続けてほしいと思っていますか。やっぱり一番最初に言ったその自分への厳しさを常に持ってらっしゃるスタンスっていうのを、もうだからその年齢的なことっていうのも、まあ先日 J さんとも対させていただいたじゃないですか、で今日龍一さんともお話しさせていただいて、まあ、この後ももうちょっとお話しさせていただく機会があるんですけど、そういうのもちょっと聞いてみたくて、その僕今38なんです、でもうすぐ40になる、で、まあ、人生80年って考えたら半分じゃないですか、で今までっていうのはできなかったことができるようになっていく40年だと思っていて、でもこっから先って逆なような気がするんです。これまでできたことを維持していかなきゃいけないってことですよね。やっぱりその80歳、まあ、おじいさんになるに従ってやっぱできることっていうのは減っていくだろうなっていう気持ちではいるんですけど、フィジカルだよね、体力的な問題ね、現状でも全くそう見えないので、そうですね、それをもうどこまでも維持していただきたいというか、維持どころかもう上がってるわけですから今現在に至っては、それを言い換えると、人間どこまでいけるのかっていうのの見本でいてくださいってことですか。そうですね、ですし、その秘訣みたいなものも、もう聞きたいですね。結構でもほら本当に例えばマラソンにしても何にしてもやれるわけじゃん、やれる体力を持っていて、そういう人は大丈夫だと思うよ、やめちゃわなければ。もう野球でもサッカーでもゴルフでも何でもストイックにやり続けてる人は大丈夫だと思うし、特に歌はやっぱりこの肺とかすごい呼吸大事だから走るっていうのが一番大事だと思うし、そっかそっかそっか、インナーマッスルとやっぱり走り続けてるってことは、多分70歳80歳になっても今からもずっと走ってたら体力そんなに衰えずにいけるんじゃないかなと思うんだけどね。でやっぱ病気しちゃったりとかして半年休むとかってなると筋肉は
落ちやすくなってくるから、年取ると、うん、その時がちょっと微妙だけど、うん、そういうまあ予期せぬ何かがあった時にどんな作用があるかっていうのはすごく大きいかもしれませんね、うんうん、なんかまあ老後の話をここでしようと思わないんですけどでもそういう意味では本当にあのリュウィスさんその、まあ、衰えるどころかっていうのも言いましたけど、まだまだその自分のピークっていうものが見極め切ってないというか、まあ、未だに本当体のことで言ってもジムに行って、ああやれなかったことをやろうとしてやれた時に喜んでる人生なんで、まあもっと言えば18ぐらいの時に今の運動力学をちゃんと最先端で知ってトレーニングしてたら、なんかすごいことができたんじゃないかなと思うほど、違う道に行ってたかもしれない、うん、でももう18の時歌ってますからね、まあ、そうですね、そうですね、そうですね、うんうん、そっかそっか、そういう意味ではじゃあまあ常に前を走ってる方であってほしいだろうし、そういうある意味大きな背中見せながら、あの人間の限界を教えてほしいぐらいのところがあるわけですね、はい、そのためにもまずじゃあゴルフですかね。ゴルフですねゴルフとジムだね。頑張ります。ジムそうなんですよね。でもジムは強力な重さとかは最初からやる必要は全くないから。どうですか、なるほど、やれることを、なるほど、秀樹さんの話をよく聞くんで。おお、秀樹さんは相当やってるんですか。高重量とかじゃないですけど、自重で腹筋を、まあ、1000回とか。いや、一緒にやってるんですよ、あのシャムシャムの。相変わらず努力根性気合いの人ですね。そう、でも僕と一緒にあの運動しすぎてちょっと体壊したりしてるよね。あのそういう意味ではあの被害者の会って彼は本冗談で言ってますけど、じゃあ今後葉月さんが、うん、あの被害者の会になるのか同好会になるのかはちょっとこの後のゴルフと事務次第です。そうですね、はい、ではこの続きはぜひターザンか何かで、はい、というところでまとめさせていただこうかと思うんですが、はい、ではこちらで一旦止めさせていただこうかと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、もちろんありがとうございます。締めちゃった。いいホールだったんですよね。いましたよ。そこに置いてあったの。そうだ、実は。え、なになに。いや、ちょっと私もこちらで押さえましょうか。ルナシーの古めのポスターなんですが。え、マジで。古めどころじゃないじゃん。ちょっとそうですね、まあ、J さんとリュウイチさんってこう連続でお会いする機会があったんで、うん、ちょっとこの機会にと思って引っ張り出してきたんですけど、イメージ 今度あれじゃん、俺今書くけど、はい、今度見に来る時持ってくれいいじゃん。でみんなにもらってあげるから。いいですか。なんかこれコンプリートしないと。いや、コンプリートしたいんです。したいよね、はい、ここまで来たら。だってみんな仲良しなんだからさ。いいよってなるよ。重しないですか。重し、重り。じゃあとりあえずこういうところでね、ちょっと一回開きつつ、もしくはそこら辺にある本とか、俺が書く場所ってここだったりする。リュウイチさんここに、うん、じゃあここだけ開いてあれば大丈夫、うん、そうですね。もうジュウさんにはいただいてあります、まあ、ちょっと待って、試し書きをちょっとしたいっす。試し書きを この紙どうぞ。いいですか。はい、あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあここに書きますよ。ありがとうございます。いいですか。センターにお願いします。はい、儀式です。わまた価値が上がってしまった。懐かしいな。ありがとうございます。